さあ作るか。はい、皆さんおはようございます。最近ですね、寒くなってきた一日ですが、皆さん風邪をひかないようにお願いしますよ。実を言うと僕、喉が痛いです。はい、今日のですね、料理はこちらになります。はい、今日ですね、こちらこのスーパーで売られているこのフォカッチャ、これを使ってですね、フレンチトーストをですね、作っていこうかなと思っております。材料はですね、はい、こちらマンゴージュース、ホイップにシナモンで、牛乳にバニラエッセンスで、まあネタの卵ですね。はい、それではですね、よろしくお願いします。はい、それではまずは生地から作っていきますね。はい、まず卵入れます。片手で、まあかっこいい子パンと割りましょう。2個いきます。はい、次に牛乳ですね、こんくらいです。はい、分量はですね、概要欄から見てください。はい、続きまして生クリームですね。はい、次はバニラエッセンスです。ちょちょんって入れましょう。次はマンゴージュースですね、適量入れましょう。はい、続きましてシナモンですね、嫌いな方は入れなくて結構でございます。はい、続きましてお砂糖でござんす、これもですね、甘い人はいっぱい入れてください。はい、全部入れましたら、これを一度ですね、かき混ぜましょう。はい、よくですね、かき混ぜましたら、このフォカッチャをですね、ぶち込みます。よく染みるようにですね、なるべくこうスポンジ状にこう押して、まあ、1時間ほど、冷蔵庫でですね、こう染み込ませたらいいかなと思います。だから、まあ朝起きてですね、まあ、速攻、まあ、こうやってネタを作ってパンを染み込ませて、1時間後に焼いて食べるということになりますね。はい、それでは1時間後お願いします。はい、ちょうどですね、1時間ぐらい経ちました。まあ付き方はですね、先ほど、紹介しませんでしたが、まあ、こうやってラップでですね、ビタラップして、まあここの部分まで、使えるようにしておきましょう。ではですね、これを早速焼いていきます。はい、それではですね、焼いていきましょう。はい、まずオイルです。このくらいですね。そしたらフレンチソースと豆乳です。この側面からちょっと焼いていきましょう。はい、フレンチソースはですね、家で焼くの初めてですね。はい、職場ではですね、まあ、散々焼きましたけど、これがですね、忙しい時に入るとですね、焦がしてしまうんですよね。どうしても早く焼きたいんで、火を強めにするんですけど、ちょっと目を離した隙に焦げちゃってみたいな、あらみたいな、まあそういったですね、出来事もありましたね。はい、これが焼き上がる前に、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、どんどん焼いていきましょう。皆さん休日の日は何してますか？ちゃんと副業に向けて頑張ってますか？今は本職だけではですね、もう将来やっていけませんよ。頑張りましょう。僕は YouTube を頑張ってます。はい、焼き方のコツはですね、あまり強火にしてしまうと焦げちゃうので、中火ぐらいがやっぱいいですね。それも状態見ながらですね、目を離さず、しっかりと焼き色をつけてください。はい、まあある程度焼き色つけましたら、まあこのままオーブン入れないんですけど、いろいろとお皿とかに入れたらめんどくさいんで、このままですね、ちょっと蒸し焼きにしましょう。これを蓋をして、ちょっとこう弱火にして中に火を、通していくっていう形になります。はい、それでは蓋をしてですね、まあ、4、5分経ちました。ちょっと中を見てみましょう。ほらふっくらなってきた。これだいたいこうやってですね、膨れ上がると火が入ったっていう証拠になりますんで、まあこれが目安かなと思います。はい、それではですね、まあこれを盛り付ける前に、こちらのソースとなるですね、
辛めのソースを、作っていきましょう。本来はですね、メープルシロップなんですけど、メープルシロップは意外に高いんで、辛めのソース、砂糖を焦がして、もう水を入れただけですね、ソースを。で、作っていきまーす。はい、それではですね、カラメルソースを作っていきまーす。まず、鍋の中に、シュガー、これを入れまーす。はい、どんどん色がついてきました。はい、このぐらいでいいです。あんまり入れるとですね、色をつけるとですね、焦げ臭くなるんで、こんくらいになりましたら、ここで水です。ほら、美味しそう。これはですね、もう簡単なカラメルソースの出来上がりです。これにですね、水飴とか入れて、そしたらなんかこうふわっとこうした飴細工みたいになったりしますね。はい、ソースの完成です。ではフレンチソースを盛り付けて食べていきます。それでは皆様、いただきます。はい、今日はですね、今日朝食なのでビールではなく牛乳を用意してます。冒頭はですね、とてもビールを欲しがる姿やったんですけど、あれはですね、朝からランニングをして、もう喉がカラッカラで入ってきて、ビールを取って飲みましたみたいな、そしてさあ作っていくぞみたいなシーンを撮ってしまいました。はい、ということで食べていきましょうね。はい、まずはこの手作りカラメルソースをいっぱいつけて、うわ、ふわふわやなこれ。ね、普通だいたいバゲットとかで作るやないですか。しかし僕はあえてこのふわふわのこのフォカッチャでいただこうかなと。あー、落ちた。まあいいや、これでいただきますね。久々やな、家では初めてですけど、これほら見て、プルンプルン、これ絶対うまいよこれ。ちょっと待って、幸せ。ね、フレンチトーストを食べると、僕ですね、よく 4,5 年前は海外行ってたんですけど、よくグアムに行ってました。グアムでのホテルで食べる朝食と同じぐらいうまいっす。同じぐらいというかですね、こっちでもうまいっす。だいたいトーストとかフレンチトーストやないですか。僕はあえてフォカッチャで、作ってみましたみたいな感じ。ちょっとこの奮闘をね、いやらしくかけて。名言出ますよ。バコウマ。バコウマは、バリウマの上です。バコウマ。このやっぱメープルよりこの手作りのカラメルソースがうまいっすよ。で、簡単、ちょろっと砂糖焦がしてからさ、水入れるだけよ。みんなこれのソースどうしようみたいな、蜂蜜かけたりするやないですか。あ、めんどくさいっすね。こうちょろっと砂糖焦がして水入れてジャンジャンみたいな、楽勝。皆さんこれ絶対真似した方がいいっすよ、簡単。うん、あと若干カラメルソースも少し冷えてきたらちょっと固まってくるんですよ、パリッと飴状に。その感じがまたいい。うん、うまい。今日実を言うとですね、昼からバーベキューをしようと思ってます。もう朝からですね、この動画を撮って、今から炭を買いに行って準備やります。まあ、その動画もですね、撮れたらいいかなと思います。
いろいろいただきます。うん、ほかっちゃね、仲がいいね。お豆腐状になります。サクッとじゃなくふわでもなく、お豆腐のプリンみたいな、これがいい。はい、全部ちょっとすいません、お腹空いてたんでたれあげちゃいます。で、ここで甘いものを食べて頭をぐるぐるぐるっと回転させて人生を生きるということにしましょう。はい、とりあえず今日はここまででよろしくお願いします。皆さん最後、チャンネル登録と最高なコメント、グッド評価お待ちしております。それでは皆様、バイバイキーン。はい、ご視聴ありがとうございました。人生でですね、悩んだ時は笑いましょう。そして美味しい美味しいフレンチトーストをたれば元気が出ます。ということで、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。